小林沼小林沼は埼玉県区市省部長小林にある沼である。小林沼は小林浦沼、または小林後沼とも称され、かつて現在よりも広範な範囲に所在する自然沼であった。この自然沼を1728年に掘り上げ、高田式で神殿開発し、小林後沼神殿と呼ばれる小区分の神殿となった。昭和40年代になり、 1966年7月に小林・かやまない水面特殊補助整備事業が進行し、周辺に所在する掘り上げ殿と合わせ補助整備、農地改良が行われ、現在では通常の水田へと整備がなされた。この補助整備の際、掘りつぶれを埋めるために再度が行われた後が現在の小林沼となっている。小林沼の所在地である 小林市内では1965年頃まで掘りつぶれにて12月過ぎに投げ網を用いて鯉や船などを取り、取った魚を炭火焼きにし、弁慶に刺して乾燥させたものを正月に食すという食文化があった。現在、小林沼は農業用水のため池として利用されている。周囲には水田の農耕地が広がっており、周囲に沼を周回できる道路が整備されている。 北側には沼落ち悪水路が流れ、南に矢通り川が流れている。ありがとうございます。